事だったようですね。どうした？なぜ今まで忘れていたのでしょう。彼女が剣で貫かれたあの瞬間、私、とても大事なこと。遠い昔、私はある少女に与えられた一体の人形でした。その家は比較的裕福ですが、ごくありふれた農家だったのです。私はその少女の人形として彼女の健やかな成長を見守りました。繰り返されるつつましやかながら平穏な日々、そんな日がずっと続いていくものだと私は思っていたのです。彼女がロスビータが聖女として見出され出征するまでは。アネモナ、行ってくるわ。必ず生きて帰ってくるから、いい子で待っててちょうだい。戦争が終わって帰ってきたら一緒にお茶会をしましょう。それが彼女のかけてくれた最後の言葉でした。聖女ロスビータ、アネモナちゃんが聖女に。そのアプリリスさんの最後を見て思い出したってことは。まだそこまで確信は持てません。ただもう一つだけ思い出したことがあります。彼女と別れてから時は移ろい、私はある男性と過ごしていました。私はその男性をお父様と呼んでいました。おめでとう、アネモナ。今日は君の誕生日だよ。目を開けて私の顔を見てごらん。その足で大地を蹴って走ってごらん。どうやら私はお父様によって魂と自我を与えられたようです。魂と自我を与えたって、何者なんだそいつ。それが今はそれ以上思い出せません。でもお父様は意外と近くにいる、そんな気がいたします。きっかけがあれば新たに思い出すこともあるかもしれません。
お父さん、確かに家を出たけど、私は家族までやめてない。お姉ちゃんやお父さんに受けた恩を忘れたこともないよ。だから都合のいいことを言うな。一度紹介を抜けると決めたのだ。自分で決めて始めたなら徹底的にやり遂げるべきだろう。分かった。だったら私は花屋プチフルリストは取引を申し込みます。なんだと？希少会の販売主任カーラ・ペンドルトン、当店で彼女の行方を調査してその身柄の安全を確保します。報酬はアルタゴの地に咲き乱れるという純白の花セレン。希少会が扱うその種子を優待価格で下ろしてもらえませんか？ただし調査に必要な情報は提供してもらいます。自分が何を言っているか分かっているのか？実績もない貧民街の花屋をどう信用しろというのだ？信用できる相手かどうか見抜けないあなたではないはずです。何？それに今の条件ならどう転んでもペンドルトン商会に損はありません。おっしゃる通り当店はまだ小さなお店、ここが勝負どころだと思っています。損して得を取れですよね。相手はロムンにさえ反旗を翻した聖国騎士団だぞ。花屋のお前が一体どうするつもりだ？迷惑がかかってはいけないのでそこは秘密にさせてもらいます。この仕事は結果が全てのはずです。お嬢、すごい。キリシャ、なぜ今までそれができなかったのだ？一人で店を開いてみて分かったことがいっぱいあるの。仕入れ値一つ決めるのもお父さんやお姉ちゃんがいないとすごく不安で、でもお店を続けるには一人で真剣に考えて答えを出さないといけない。たとえ苦手なことでも簡単に逃げ出すわけにはいかないって。気がついてみると当たり前なことですごく恥ずかしいけど、私がお前の成長する機会を奪ってしまっていたというのか？それは違うよ。お父さんとお姉ちゃん二人が教えてくれたことが結びついてたどり着けたんだと思う。私一人じゃきっと無理だったよ。だからお姉ちゃんのことを放っておくなんて。カーラのことはまずロムンの守備隊に抗議した。だがベルガー監獄長が不在でな、どうにも要領を得ないのだ。え？調査に必要な情報の提供、それが取引の条件なのだろう。お父さん結局守備隊では拉致が明かず騎士団から直接説明があってな。それによるとカーラが怪人たちと通じていたという容疑らしいが。え？それって容疑の内容自体は私にとって驚きではない。たとえ本当だとしてもカーラなりに考えがあってのことだろう。それより私に断りなくペンドルトンのものを拘束するとは、これまでの関係を考えれば事前に連絡くらいありそうなものだ。なりふり構っていられなくなったか。
そんなことをもう気にする必要がないのかも。そんな鉱山からの情報によれば、騎士団幹部は監獄の禁区とやらによく集まるそうだ。最近捕らえられた者はそこへ連れて行かれるという噂もある。キンク、それじゃあお姉ちゃんも。その可能性はあるだろう。カーラに関する情報は今のところはこの程度だ。お父さん、ありがとう。まったく、総督府の選挙といい、本気でロムンに反旗を翻す気か。確かにロムンは侵略者だが、以前の王家よりうまくグリアを治めている。今の状況は歴史の必然だと思うが、難しい問題だな。リッシュさん、まあ新しい情報が入ればまた知らせる。そのなんだ、あまり無茶はするな。それからお前の店なんだが、かなり奥まった場所にあって、立地の面で大きく損をしている。工夫しろ。ちょっとしたことで店の印象は変わるものだ。どうすればいいかすでに教えているはずだぞ。